はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウジです。今回はですね、新しいゲーム戦国をプレイしていきたいと思います。で、まあ、この戦国はですね、いわゆるそのまま戦国時代のゲームかというと若干時代が違うのかなというところで、実は応仁の乱をメインにしたゲームになっているということのようです。で、今回完全初見プレイになりますんで、ちょっとぐだるかなという予感はするんですが、早速プレイの方を始めていきたいと思います。で、シングルプレイでですね、画面の左の方にシナリオの選択が出てると思うんですけども、いずれも応仁の乱の時の時代がメインになっています。で、キャラクターを選択するときはですね、地形か士族か大名か、キャラクターか外交かって選べるんですけども、正直よくわからないんですよね、これ見ても。なんかいつも見慣れている、武田だとか上杉だとか、そういった見え方に残念ながらなっていないので、ここはですね、もう思い切って、どこでプレイするかっていうのをこういうふうに、ね、もう選んでいくと。で、その中から気になったところでプレイしていくっていうのがいいかなと思います。で、一つはね、足利義政ということで、これは、8代将軍でしたかね。ごめんなさい、ちょっとこの辺りになってくると僕もかなり時代に弱いんで、微妙かもしれないんですが、あとは名門細川家ですね、細川勝元で、あとは、この辺り芝とかになると後々信長とかが出てくるのかなとか、あとは皆さんよくご存知のところで言うと、武田あるいは今川っていうところもいるにはいますというところですね。で、今回はじゃあどこでプレイするかというところなんですけども、どうしようかな、ここもね正直全く決めてなかったといえば決めていなかったんで、どこでプレイするかですよね。細川家でプレイしときますか、無難に大きいしね。こうやって見ていくとですね、島津がいて、あと大きいところでいくと大内ですよね、大内で、あとはさっき話出てきた細川、それと、大きいところで言うと上杉というところが出てきますね。あと面白そうなところで言うと伊達とかもね、面白そうですよね。伊達持ち宗とか出てますけど、難易度で選びますか、あとは難易度で。難易度は大体どこも同じぐらいなのかな、真ん中ぐらいになってますよね。画面の右の方に難易度が出てますが、時とかになってくると難易度がめっちゃ高いな。細川とかも難易度高いですね。大内も難易度高いか。そうなると難易度がちょっと低いところでプレイしたいよな。上杉、伊達、上杉と伊達だとより伊達の方が難易度は低いですね。そうすると今回はちょっと伊達でプレイしてみますか。伊達でプレイすると外交が3、軍事が3、謀略が4、これがどう影響してるかも正直よく分かっていないんですけど、この中で言うんだったら伊達かな。もうちょっと見てみますか。難易度がね、より低いところでプレイしていくと多分やりやすいんじゃないかなとは思うんで、今のところ伊達、小笠原春宗とかもなんか難易度は低そうですね。交戦なし交戦中っていうのもありかな。重要そうですよね。交戦中だといきなり軍事行動を起こさなきゃいけないっていう意味では少し難しくなってくる可能性は当然ありますよね。なんで今戦っていないところがやっぱり一番プレイしやすいかなっていうところで考えると、ちょっとじゃあ今回は伊達でプレイしてみましょう。伊達プレイ、ちょっと字が小さいんですが、戦国へようこそ。将軍の座を目指し、封建領主たちが熾烈な覇権争いを繰り広げる
繰り広げるゲーム、それが戦国です。お、左上に表示されているのがプレイヤーキャラクターのポートレート。こんな顔してるんですね。伊達家当主用宗、将軍を名乗るには自分と家臣で日本全土の 50% 以上を支配しなければなりません。また将軍を名乗ってから3年間その地位を保ち続けることも必要です。この間敵対する諸氏族はそれまで以上の激しさで攻撃してくるでしょう。将軍になった後にすごい勢いで攻撃されるんだ。なるほど。封建領土であるプレイヤーが最初にすべきことは、重心弾画面で自分の相談役になるキャラクターを指名することです。なるほどね。重心弾画面でまずはキャラクターを指名するところから始めるんですね。彼らが質問を開始したら、近隣の有力者や家臣に目を向け、誰が味方で誰が敵かを見極めましょう。場合によっては敵対する者に対する企てに着手する必要があるかもしれません。これは暗殺とかそういう系なんですかね。戦国は一時停止が可能なリアルタイムアクションゲーム、リアルタイムシミュレーションゲームです。通常のプレイ中だけでなく一時停止中でも命令を発することができるのです。一時停止解除の操作は右上に表示されている日付をクリックするか、スペースバーを押すことで行えます。またプラスとマイナスをクリックすれば時間経過を早めたり遅めたりすることができます、ということですね。最後に戦国のプレイの舞台となるマップはフル 3D です。マウスホイールでズームインズームアウトができるほか、コントロールキーを押しながらマウスを動かせばマップが回転。なるほどね。では早速なんですが、ちょっと閉じて一旦一時停止しましょう。一時停止で、ちょっと今の地形マップモードが少し見づらいので士族モードに戻しましょう。伊達ですね。で、重心弾なんちゃらっていうのが、これだな、重心弾。へえへえ。これは、伊達うたちゃんが、用宗のお嫁さんですね、きっと。大名といえども自分だけで国を治めることはできません。それぞれの分野について信頼できる相談役が必要です。重要な能力は役職ごとに異なるので、キャラクターを何らかの役職につけるとき、単に信用できるか否かだけでなく、能力的に最適な人材かどうかも確認しましょう。今だと、侍どころ、侍頭、あとは側近頭に、万所頭ですかね。じゃあ任命していきますか、早速。誰を任命するかですよね。万所頭、交渉とさまざまな儀礼の統括が万所頭の仕事です。そのため万所頭には高い外交属性が求められる。なるほどね。外交ですね。そうすると誰にしようかな。外交か。外交で並び替えると氏金かな。伊達氏金。ただ氏金、氏金しかいないもんな。年齢は36歳。氏金にしましょう。じゃあ今度は侍どころですが、侍どころはというと、きっと当然ながら軍事力の高い武将にするべきですよね。軍勢と城についての責任を負います。兵を鍛錬し、主君が留守の間を守ることが侍頭の役目。なるほどね。ちょっと待ってくださいね。庭作りの3つの流派をそれぞれ極めた者たちが士官を願い出ている。ほう。どうしようかな。せっかくなんで、じゃあ。ちょっと待って。お引き取り願おう。庭師など不要だ。歌が1468年9月5日まで定員なしを獲得し、次の効果を得ます。地方の税収税がプラスに。もうここお引き取り願おう、もう
庭師など不要だも同じように見えるんだけどな。じゃあまず侍頭に関しては三井秀にしますか。伊達三井で、で側近頭はというと、側近頭の仕事は主君の身の安全を守ること。うーん、なるほどね。謀略属性が求められるということなので、謀略か、謀略属性が高いのは残っているのだと綱重くらいしかいないね。じゃあ綱重にしましょう。これで一旦できたかな。今一時停止中ですね。これで今一時停止中です。画面の右上で今一時停止ボタンを押して一時停止状態になっているのが出ていると思うんですけど、今一時停止状態なので、この状態で少し見ていきますか。まずは鳴宗、成人した子供に配偶者がいない。鳴宗は一体何歳なんでしょうね。かなり顔的にはものすごい年いってそうだけど、31歳か。なるほど。今見ている支配者画面なんですが、ゲームをうまく進められるか否か、プレイヤーキャラクターとそれに近しい人々に大きく左右される。うん。キャラクターの能力はいくつかの値によって構成されています。というようなことですね。名誉はこのゲームにおける基本通貨の一つ。え、名誉が通貨なの？称号を与えたり、名誉は主として贈り物をしたりすると手に入り、権勢拡大のために使われる。へえ。富はもう一つの通貨。もうこれがもう一つの通貨っていうか、メインの通貨のような気もしますけど、まあ、あの通貨だということですね。兵の動員や維持、忍者の雇用、生産施設の建設など、さまざまな活動に必要になってきますということになってますね。で、名誉の使いすぎには注意しましょう。名誉がゼロになると切腹を命じられ、ゲームオーバー。おー。ってことは、まずは、この、鳴宗に、どうなんだろう。縁組をしてあげた方がいいんだよね。じゃあ、誰に縁組させるかだよな。まあ、どうせだったら近くにいるやつがいいよね。伊達の近くで言うと大崎か最上か、あと芦名とかもいますよね。まあ、この辺りはね、まあ、割と馴染みがあるところかな。相馬、まあ、ただ伊達で言うとどうしようかな。大崎にするか最上にするか。ここは最上にするか。そうするとだ、鳴宗には縁組で最上に嫁いでもらえます。最上に、この中から最上家を探すのはなかなか至難の業ですね。そもそも選んで本当にこのまますんなりお嫁さんが来てくれるのかっていう話もありますけどね。で、そもそも最上はいない。今のところ最上家っていうのはいないですよね。相馬はいましたね、ここに。カジちゃん。相馬カジちゃん。相馬ワキちゃん。なんかなあ、パッとしないっていうかなあ。あとはフミとハク、これは氏族内で結婚するんでしょ。それはちょっともったいないよね。せっかくいる貴重な政略結婚の種ですからね。そうなるといるところで言うと相馬ぐらいしかいないか。今ずっと見ていってるんですけどね、対象になる姫君を。
これを見ていくと、まあ、残念ながら狙っていたような大名家には押し入れがそもそも不可能そうですね。そうなると相馬になっちゃうよね。相馬は脇ちゃんか梶ちゃんか。どうしようかな。22歳の脇ちゃんか21歳の梶ちゃんか。ちょっともう一回見てみますか、マップをね。相馬、伊達と相馬、伊達家が今ここにいて相馬はここにいるんですよね。まあ、とりあえず相馬に、相馬の脇ちゃんをやってみますか。同意する可能性がありますって言ってきてますしね。ちょっとじゃあ早速実行しておきましょう。まあ、どうなるかはわからないんで。で、続いて士族画面には、今いるところ見えるよね。後継ぎは、なるむね。で、重心を表示していますけど、まあ、重心がいて、あと分かりやすいところで言うと、軍事画面とかっていうのを見ると、持ち宗が750か。直属兵を集めるにすると、常備軍を増やせるわけですね。常に共謀行動、常に行動を共にすると。なるほどね。で、直属兵の中には歩兵に騎兵に鉄砲隊で、それぞれお金のかかり方が違いますね。騎馬隊の方がお金がかかるんだな。で、直属兵には旗本と浪人がいて、浪人は徒党を組んで各地をさまよっています。どちらを重用するかは自由です。戦火の拡大に伴い浪人の数も増えていくと。ほう。直属兵限界とは、維持にペナルティを課されることなく徴用できる直属兵の上限。この値はより高位の称号を獲得したり、建築物を改善したりすることで高められると。なるほどね。あと軍勢ね、まあ、ちょっと一旦見送りましょう。今ここで兵を集めるっていうのは一旦やめて、どこを狙うかっていう企てですね。士族からの離反や別士族の長に対する攻撃など、実行にあたって企てが必要になる行動もあります。ひとたび企てに着手すると、外交画面で共謀者を募ることが可能。企てセットになっているのが計画実行力です。計画実行力は標的と企てに参加している者たちとの相対的な軍事力に基づいて算出。計画実行力が一定の水準に達すると企てを実行に移すことが可能になります。ほう。中には通常の手順に従って戦線を布告してからないと共謀者を募れない企てもありますよと。どんなものがそういうものに相当するのかっていうのは、ちょっと今後プレイしていく中で見極めていきましょうか。そうすると、まず何をすればいいのかっていうのが全然見えてこないですね。で、外交があって、まあこの中に宣戦布告とかもありますね。あとは忍者、宗教、一応キリスト教とかもあるんですね、ちゃんと。入信とかできるんだ。いや、キリスト教に入信とかちょっと今すぐはできないよな。
どうしようかな、まず何すればいいのかっていうのが全然分かってこないけど、まあ少なくても、まずは内政をやりたいよね。内政、村はもうすでに建設よ。重心団で言うと、そうか、今万所頭氏影に村の改善をやらせているという状態だね。じゃあ、あとは組合の発展とかやってみますか。で、部下をどこに送るかっていう話か。なるほど、こうやってやっていくんだな。じゃあ次どこを攻めるかっていうところですよね。最上なのか芦名なのか大崎なのか二本松なのか、まあ流れで言うと二本松とか攻めるのが一番攻めやすそうですけどね。相馬が縁組を受諾してくれれば相馬と結託してね、うまーくできるかなっていう気もしますが、あとは忍者の雇用とかやってみる。ただ現在の任務から戻ってこないとダメか。じゃあ城の改修でもやっておきましょう。お金を使いすぎて大丈夫かっていう話はあるんですが、じゃあ時間を進めていきましょう。結構時間の流れが早いな。一旦止めて、継承者当主である持宗は先祖のもとへ旅立ちました。マジか、早いな。速攻で死んだね。しかも持宗は享年74歳。いや見てなかったけど74歳だったの持宗。新たな当主鳴宗が引き継ぎます。死にざまに鑑み 6.4 ポイントの名誉が引き継がれます。どういうこと、死にざまに鑑みって。壮絶な死に方をしたんですかね持ち胸は。まあ安らかに眠れとしか言いようがないな。マジか、完全に意表をつかれる死に方したな。というかスタートを切ったな。鳴宗が伊達の黒人の称号を得たということですね。で結局縁組はどうなったんだ。縁組は縁組を進めてるはずだけど、それに対する返答が一切ないね。いやちょっとさすがにあれかな、一旦ロケハンした方が良かったかなっていう感じにはなってきてるけど、もう少し粘ってみますか。ここで言うとまず縁組がどこまで進んでるかですよね。縁組が、いや縁組がだって全然進んだ感じしないもんな。縁組したいよってねさっき言いましたけどね。マリちゃんとかに行ってみるよ。二本松のマリちゃん13歳。お、二本松に関しては速攻で縁組了承してきたね。ってことは二本松とは縁組がなったんで、そうすると伊達からすると相馬を攻めやすくなりますね。相馬ね、相馬をね、これ見てみると今伊達がいて
北には最上と大崎で、南には芦名と二本松と相馬がいるっていう状態なんですけど、そのうち二本松とは今同盟を結んだので、今度は相馬だな、相馬を攻めればいいと、そういうわけだ。じゃあ直属兵を集めていきますか。まあなんといってもね、今軍勢がいないですからね、残念ながら。今歩兵の徴用のところで真ん中ゲージがぐーっと伸びていってますが、これが全部集まるととりあえず250の兵が多分集まるんですね。でこの250の兵を持って何とかするってことだな。誠実であるのは何時だが結局は自分のためになるのだ。いきなりなんか言い始めたけど、どういうこと。特に選択肢的なものはないな。250集めたと。じゃあ次もう250集めましょう。相馬を攻めるにはね、今相馬さんはこれを見る限り、かじりになっちゃいましたが、限り250の兵を持ってますね。なんで250を圧倒するためにはその3倍は欲しいですよね、兵力。750は集めたいな。ちなみに他で言うと結構兵持ってるところ、宇都宮とかは兵持ってますね、数。この750をちょっと動かして相馬を攻めてみますか。どんな動きになるかっていうのは。よし、750の兵が集まったので、これちょっと一旦どういう操作ができるか確認してみますか。軍勢を選択して、今軍勢をダブルクリックで選択しました。で、軍勢を選択した状態で軍をちょっと見てみると、ここにいるな。で、軍勢画面ですが、軍勢こそが敵を屈服させる最大の武器。軍勢を移動させたいときは軍勢を選び、目的地の軍を右クリックしてください。軍っていう、ここでの軍っていうのは何々軍の軍ですね。軍勢構成しているのは侍騎兵と足軽歩兵です。これら2つはどのユニットにも混在しています。火縄銃を手に入れると足軽の射撃能力が向上。騎兵等や住民たちの主を指揮官とするいくつかのグループに分かれています。旗本の場合はプレイヤーキャラクター、三州兵の場合は領主、浪人の場合は浪人たちの大将が指揮官を務めます。これらのグループをさらに分割することはできないと、うん。で、ユニットの戦闘力は兵力、つまり兵の数と指揮によって決まります、うん。緑色のバーで示されているのが、指揮なのかな。兵力は、兵力と騎士は戦うことで低下、士気がゼロになった人と対局をし始めるということですね。で、直属兵ユニットの兵力は休憩を取るとわずかながら補充。一方、三州兵の兵力が直に補充されることはなく、補充兵はその三州兵が動員された軍に出現。被害が甚大な三州兵ユニットは一旦解散させ、故郷の軍で再動員するのも一つの手ですということですね。じゃあ早速この750を相馬に、
攻め込ましてみますか。これちなみにいわゆるパラドゲーになってるんで、この辺りはハーツオブアイアンとかに少し近い動きになってますね。今矢印がガーッと伸びていってますが、下に。でここに相馬の250の軍勢がいるので、ちょっとここにアタック仕掛けてみますか。今ちなみに750の兵を全部動員したので、伊達の本領には誰もいないっていうね。これはこれでなかなかカオスだけど、音楽のまったり感とは裏腹に、これはまだ快適していないのか。うわ、線に膨れ上がってるな。本末は、まあ、ただ日本末に関してはいいもんね。これはきっとあれですね、宣戦布告とかをしてないので何も起きないパターンだな。そうするとこんなところにいてもしょうがないんで戻りましょう一旦ね。なんできっとあれですよね、いわゆる宣戦布告的なことをしないと通過ができちゃうんだな、きっと。さあ戻りましょう。白川を通って浅川を通り伊達に戻ります。そしたらですね、まあ、ちょっとこんな UI ですよっていうところしかちょっと今回お届けができてないんですけど、一旦ロケハンを少しした方が良さそうですね。あとはまあどういう操作方法があってどういうことができるかとかっていうのを、もし詳しい方いれば教えてください。もしくはこんなサイトあるよとかっていうのがあれば教えてください。一旦ちょっとこんな感じですっていうのしかお見せできなかったんですが、これをもとにちょっとプレイの方ね、今後できるようにいろいろロケハン含めしておきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。